11レース7番栃木の亀山拓也選手です。日本選手権走ってどうだったですか？いやもう成績的にはもう全然ピリッとしない感じで不完全燃焼で終わってしまいました。なんか課題できた？まあ全部ですね、はい、なんか他の動画見てるとチェーンばっかり洗ってたけど、そんなチェーン大事なの？いやまあなんとなく大事なんじゃないかなっていう。そうなんだ。自転車のセッティングとか最近変えた？セッティングは全く変えてないですね。練習は変えた？練習はちょっとずつ変えてます。練習誰とやってんの？いつもバンク行っているメンバーとやってるんですけど、まあ、基本的には長嶋大輔君とか江連さんとかその辺とやってます、はい、なんか最近追い込み屋として貫禄も出てきたけど、これからも関東勢盛り上げて？いやもう自分はもう先輩方についていくだけなんで、はい、ところで腰痛とか大丈夫なの？いやたまにちょっと出たりもするんですけど、まあ、ケアしっかりして様子見ながらやってます。競輪選手はケア大事だからね。そうですね、はい、いや、うん、長いですね。うるさいよお前。いい車乗ってるけど全部稼いでますね。いやまあその辺はもう五感さんに稼ぎ方を教えてもらったんで、はい、じゃあ今回も稼いで頑張ってください。慶応学のファンの皆様に一言お願いします。4日間一生懸命頑張ります。応援よろしくします。ありがとう。五感さんがちょっと硬いです。何言ってるか分かんないですね。はい。